マーチ701は、マーチエンジニアリングが開発したフォーミュラワンカー。ロビン・ハードが、ピーター・ライトと共にデザインし、1970年から1971年の F1 世界選手権に投入された。701は引く1969年のプロトタイプ F3 マシンのマーチ 693P に、続くマイナスマーチの初の F1 マシンであり、 わずか3ヶ月で設計、製造された。マーチ701は公開された1ヶ月後の1970年、南アフリカグランプリでレースデビューを果たした。合計11台の701が製造され、マーチはワークスで使用するとともに、多くのプライベートエントラントに供給を行った。701のデビューは成功し、マーチのドライバーは序盤4戦で3勝を上げ、 三つのポールポジションを獲得したが、シーズン中の開発不足が影響し、次第に戦闘力を失っていった。701は1971年には、マーチ711にとって変わられ、1971年、イタリアングランプリが最後のレースとなった。マーチエンジニアリングは、アマチュアドライバーのマックス・モズレー、アラン・リース、グラハム・コーカー、エンジニアで、元マクラーレン。 コスワースのレーシングカーデザイナーであったロビン・ハードによって1969年9月に設立された。高ーカーのガレージで最初の試作品である 693P を製作した後、モズレーは1970年の F1 世界選手権初戦に参戦することを発表した。デザイナーのハードは1969年11月に作業を開始し、 1970年2月6日の公式記者会見で2台の701が完成し、走行準備が整ったと発表した。可能な限り短時間で車を完成させるために、ハードはブリティッシュスタンダードという控えめなアプローチを取らねばならず、より先進的な試みは後継のマーチ711に取り入れられた。LJK セットライトはカーマガジン誌の中で701を マクラーレン、ロータスの中国製のコピーと表現し、1967年のマシンよりちょっといい程度のものを1970年に作ったところで、ゲスの後知恵だと示唆した。2010年のインタビューでハードは、当時、701に幻滅を覚えた。なぜなら、私が作りたい車のようなものではなかったからだ。と語っている。モズレーの意欲的な期限までに車を仕上げることに、 伴うストレスと作業負荷で、ハードは体重が20ポンド減少した。マーチが初めて、フォーミュラカーを設計した時に決められた命名法則に従い、このマシンは701と名付けられた。70X は設計された年で、XX1 は参加カテゴリーを意味した。モズレイは、それぞれの車を製作するには2500ポンドから3000ポンドの費用がかかると計算し、 当初は6000ポンドで顧客に販売する計画だった。しかしながら、ケンティレルが自らのチームのために2台の車を購入する資金を提供していたフォードヨーロッパのウォルター・ヘイズは、モズレーに対して実際には9000ポンドを請求すべきであると説いた。合計で11台のマーチ701が製造され、2012年3月の時点で10台が現存していることが知られていた。 701は、箱型で、手際の良いバスタブ型モノコック車 CL72、アルクラットアルミニウム板と鋳造マグネシウム製、隔壁マイナスの周りに、それぞれの部材が取り付けられ、エンジンが、ストレスメンバーとして搭載された。製作された701の大半は18、SWG のアルミニウム板で組み立てられたが、特別な軽量バージョンの701、6が、 ワークスチーム用に1970年シーズン中に製作された。701-6は軽量な 20SWG アルミニウム板で製作されたが、レースで使用されることはなかった。ティレル用の1台701-4もシーズンの早い段階で 20SWG アルミニウムで再建された。ティレルレーシングのマーチ701-2サイドタンクの横型形状を示す。 車の前方各壁の前、コックピットのフロアパンから、トレー状に延長された部分にブレーキシリンダー、消火システム、バッテリー、ラジエーターが取り付けられた。延長部分は20ゲージの軽量アルミ板で構成された。ハードは、サイドマウントラジエーターの使用を検討したが、これは設計するのが複雑すぎて、制作にも時間がかかりすぎた。 車のファイバーグラス製ノーズはラジエーターを収めるため、ほぼ区形の開口部を有する。ラジエーターの両脇にハードは小さな翼を配置して、ダウンホースを発生させ、ラジエーターカウルと一体化した単一ユニットとして成形した。これらの翼は低位置に固定され、全幅に及ぶスチールチューブで補強されており、公園に沿って調整可能なトリムタブを放置した。車の後部には、 大型のシングルプレーンの調整可能なウィングが、リアホイールの間のギアボックスの上に取り付けられていた。701の視覚的な特徴の一つは、車輪の間、車体側面に配置された、翼型形状の外部燃料タンクであった。1970年シーズンの開始前に、ハードは各レースで40ガロンを優に超える燃料容量を必要とする車を考慮していた。 これらのサイドマウントされたタンクには、それぞれ6ガロンの燃料が入り、ドライバーシート後方のメインタンクと合わせて701は、合計60ガロンの燃料を搭載することができた。タンクの外形は、ピーター・ライトによって作成された。ライトは当時、マーチのボディワークを担当していたスペシャライズド、モールリングズで働いていた。翌型形状は、ダウンサラストを生み出し、 安定性を助けるとされていたが、ハードは、その後、車輪によって乱された空気の中では、わずかしか効果がなかったと述べている。残念ながら701は、風洞実験が実施されず、この翼型サイドポンツーンの可能性について、誰にも認識されずに終わったが、後に、ロータスに移籍したピーター・ライトは、風洞実験を繰り返し、1977年、 翼型サイドポンツーンによる、史上初のグラウンドエフェクトカー、ロータス78を完成させることになる。再び従来の手法を取ることに従い、ハードは、フォード、コスワース DFV エンジンとヒューランド DG3005 速ギアボックスの、組み合わせを採用した。DFV は 2993cc の90度、V 型8気筒エンジンで、オリジナルは 430bhp を発揮した。 1967年に、キース・ダック・ワースがロータス49で確立した、下位1でのパターンに従って、エンジンはドライバー後方に取り付けられ、マシン構造のストレスメンバーを形成した。リアサスペンションとエンジンの付属品はすべてシャシーのサブフレームではなく、エンジンとギアボックスに直接取り付けられた。唯一の例外は、サスペンションラジアスアームであり、 前後の荷重をモノコックに直接伝えていた。701のリアサスペンションは相対的に保守的なツインリンクとラジアスアームで、車体外側のエアーフロー内にコイルオーバースプリングとダンパーユニットが取り付けられていた。フロントにはダブルウィッシュボーンサスペンションを採用し、ハードはスプリングとダンパーユニットを外に取り付けることで、現在のホームュラ1とはやや違うと述べた。 ハードはダブルウィッシュボーンシステムの選択が現代海一のますます幅広いフロントタイヤに対応するために必要なサスペンションジオメトリの妥協を克服したいと考えていることに起因していたアウトボードショックアブソーバーは空力的な欠点にもかかわらずシンプルさ冷却及びストレス管理に利点をもたらしたティレルチームのマシンー部 ヒューランド DG300 ギアボックスに搭載された大型オイルタンクと小型オイルクーラー。車輪制度は各車輪に取り付けられた10.5インのガーリング製ディスクブレーキによって行われた。これらは当初ホイールリム内に配置されていたが1970年シーズンの第2戦スペインでマーチはワークスの701のリアブレーキをインボードに切り替えた。ハードは 車のバネした重量を約25%減少させることに成功した。他のすべての701もその後数週間で同じ仕様に変更された。ホイールはマーチ自身の設計になっており、ハードが前年開発したコスワースの4輪駆動フォーミュラワンカーで採用したシングルセンタースタッド固定法を採用している。ハードは前線で 直径13インのブレーキを使用する用意としていた。しかしマーチは1970年シーズン序盤はリアタイヤ用に開発された13インチブレーキが不足していたため、初期のレースでは後部に15インのリムの使用を強いられた。一旦、車のブレーキがインボード用に設計された13インチブレーキに変更されると後輪にも使用することができた。 701のもう一つの視覚的特徴は、オイルタンクと、脱気装置を組み合わせたものであった。この大きな円筒形のタンクは、ヒューランド製、トランスアクスルの右側に垂直に取り付けられ、右後輪、ギアボックス、およびリアウィングの間を満たしていた。自動車評論家のイネス・アイルランドは、それは、巨大なものであり、古いコーヒーパーコレータのようなものと表現している。 オイルクーラーはラジエーターに沿ってノーズに取り付けた際に生じる長いパイプに伴うサージと冷却能力不足の問題を避けるためギアボックス上部に取り付けられた。701-2と701-4のシ,ャシーモノコックはマーチで製造されていたが最終的にはティレルのメカニックが組み上げた。結果としてティレルの青いマシンはマーチのワークス社や 他ののカスタマーに供給されたた。車ととと多くの相違点が生じることとなった最初の大きな違いは、ダンロップタイヤでワークスマシンはファイアストーンの装着を前提として設計されていた。ティレルチームは操作性を向上させるためにサスペンションマウントポイントの位置を調整し、ステアリングシステムにダンパーを追加した。より微妙なバリエーションは、液造ストパイプブラケット、ウィングストラット、 オイルラジエータ、潤滑油やクーラント用配管の配置などの違いで生じた。開幕戦南アフリカグランプリの後、ティレルチームはフロントウィングのデザインを調整した。彼らはマーチから供給されたノーズコーンに組み込まれた固定されたファイバーグラスを取り除き、調整可能なアルミ製エアフォイルに置き換えた。これらはウィングの向かい角全体を変更するために、 水平軸を中心に旋回することができた。さらなる利点として、このウィングはドラッグを減らすために、リムーバブルであったため、スチュワートのマシーンは高速サーキットのモンツァで行われた、イタリアグランプリではこれを使用した。ジャッキー・スチュワートは、この車を、私が運転した、最も難しい、第1カーと表現している。ハードの設計だ強点は、 オイルタンクとフィルターをできるだけ後方に配置することによって重いフロントマウントラジエーターの重量バランスを取ったことを意味する。701の重心に対して最も外側の位置に2つの重量物を配置したことは車に高い極寒性モーメントを与えた。これにより701は運転しづらい車となり低速コーナーでのパフォーマンスに重大な影響を与えた。スチュワートは 彼とクリス・エーモンがシーズン序盤にそのドライビングスタイルで701から発揮したスピードを競争相手と比較して明らかに滑らかであると判断した。ジャッキー・スチュワートのマーチ701トッペドロロドリンゲスの BRMP1531970 年オランダグランプリ1970年2月6日 シルバーストンサーキットで開催されたイベントでマーチは701を発表した。クリス・エーモンはワークスマシンの701-1でデモ走行し、ジャッキー・スチュワートはティレル用の701-2をドライブした。マーチの資金調達源に関する憶測はチームの参戦発表以来なされていたが、新たにチームスポンサーとして STP コーポレーションが発表された。 先に発表された二人のドライバーに加え、STP のアンディグラナテリによって指名された、マリオ・アンドレッティも登場した。アンドレッティは新車を試していなかった。エーモンのチームメイトとして、ジョーシュ・フェールも発表され、彼と共に、マーチのフォーミュラ2カーをドライブしていたロニー・ピーターソンも701をドライブすることが発表された。デビュー戦わずか12週間で設計。 製造された5台のマーチ701が1970年シーズン開幕戦の南アフリカグランプリに登場した。ワークスマシンの2台、701-1と701-5はクリス・エーモンとジョーシフェールがドライブした。エーモンはスクーデリア・フェラーリのファーストドライバーからマーチに移籍したが、シフェールの権利はポルシェによって3万ポンドで買い取られ、エーモンの代わりとして、 イタリアのチームとサインすることはなかった。3代目の701は2台の STP カラーよりも暗い赤で塗装された。この701、3は STP オイル、トリートメントスペシャルとして発表され、アンディグラナテリがオーナーとして、マリオ・アンドレッキがドライブした。ティレルの2台、701、2および701、4はメインスポンサーのエルフの青で塗装され、 世界チャンピオンのジャッキー・スチュワート、セカンドドライバーのジョニー・セルボイコー・ル・ギアバンがドライブした。スチュワートとエーモンは予選を、それぞれ1位と2位で通過した。アンドレッティは、最初の公式セッションの前日、プライベートテストセッション中に、車の後部を傷つけ、予備エンジンを調達し、修理を行ったが、最初の2つのタイムプラクティスには参加できなかった。 彼は11番手からのスタートとなった。シフェールはその前列の9番手となり、セルボイコールギャバンはアンドレッティから2列後方、17番手となった。決勝では序盤に、スチュワートが多くの周回をリードしたが、これは主にヨフヘンリントが最初のコーナーでスピンしたため、対抗者がそれに妨げられたためであった。ジャック・ブラバムのブラバムとデニス・ハルムのマクラーレンが、 混乱を解消した後、彼らはトップのスチュワートを猛追いし始めた。ブラバムは20周目にスチュワートをパスし、ハルムも38周目に追い抜いた。最終的にスチュワートは3位で終わった。エーモンとアンドレッティア共に車の冷却システムヘッダタンクの故障に続いてオーバーヒートに悩まされ、それぞれ2周目及び11周目にリタイアした。シフェールはレースの早い段階で、 トップ10を走行していたが、ジャッキー X 及びジャンピエールベルトワーズと5位を争う、間にスピンし、右の排気パイプを破損した。ピットで修理を行う間に順位を落とすが、レースに復帰し最終的にトップから5周遅れの10位で、完走した。セルボイコールギャバンのエンジンは、クーラント液漏れに続いて57周目で故障し、リタイアとなった。 序盤の成功701のデビュー戦は有望であったため、マーチエンジニアリングとティレルは2週間後にブランズ、ハッチで開催されたノンタイトル戦のレースオブ、チャンピオンズに参戦した。再びスチュワートは701、2でポールポジションを獲得し、701、1でエーモンが予選7位となったが、今回スチュワートは予選結果に続いて決勝でも勝利を獲得することができた。 この勝利は、マーチ製の車が初めて獲得した勝利であり、コンストラクターとして、開一において二度目のレースであった。エーモンは、カムシャフトの故障に苦しみ、50周のレースであったが10周目でリタイアした。1970年モナコグランプリで、ロニー・ピーターソンがドライブした、アンティークオートモーティブレーシングのシャシー701、8ヶ月後、 南アフリカグランプリに参戦した5台のうち4台が、ハラマサーキットで行われた第2戦スペイングランプリに出場した。シフェールは予選落ちし決勝には出場できなかった。ここでスチュワートは、ジャック・ブラバムにポールポジションを奪われたが、予選3位のフロントローからスタートし、ほとんどの周回を、ラップ、マーチの世界選手権における初勝利を挙げた。アンドレッティは、予選16位から、 スタート、グラナテリの車を3位表彰台に押し上げた。セルボイコールギャバンは、ティレルの新しいセカンドマシンである701、7をドライブ、予選14位からスタートし5位に入った。エーモンは再びエンジントラブルでリタイアした。1週間後、カイ1イサーカスが次のノンタイトル戦のために、イングランドに戻った時に、エーモンの運が変わった。 マーチワークスとティレルはそれぞれナンバー1ドライバーのみをエントリーさせた。シルバーストーンで行われた1970年 BRDC インターナショナルトロフィーの第一ヒートでエーモンはポールポジションを獲得し26周にわたってトップを保持ファステストラップも記録しそのまま勝利した。スチュワートは予選も決勝も2位で終わった。第二ヒートで二人の立場は逆転し、 スチュワートが勝利し、ファステストラップも記録、エーモンは彼に次いで2位となった。しかしながら、全体的なイベントの結果は2つのヒートの合計時間で計算され、エーモンはスチュワートに10秒差をつけて、インターナショナルトロフィーを獲得した。5月に行われた1970年、モナコグランプリでは、ワークスとティレルのマシンに加え、黄色とマルーンの701、 シャシーナンバー701-8が出場した。これはプライベーターのアンティークオートモビルズに販売されたマシンでスウェーデン人ドライバーのロニー・ピーターソンがステアリングを握った。予選は701-2のスチュワートがポールポジションを獲得、エーモンは701-1で予選2位となった。シフェールは十一位、ピーターソンは十二位となり、セルボイコールギャバンは予選落ちし、 視力の低下を自覚した、彼は、海一から引退した。決勝ではスチュワートが57周目にエンジントラブルで、リタイア、エーモンも60周目にリアサスペンションの損傷で、リタイアした。ピーターソンとシフェールは乾燥したが、乾燥者の末尾、7曜よび8位であった。シフェールは76周目に燃料を使い切っていた。勢いを失う1970年。 オランダグランプリでピットに並ぶ4台のマーチ701。一番前が s t p カラーのワークスマシン、クリス・エーモンの8番車。次がチームメイトのジョーシュ・フェールの9番車。あとの2台はティレル・レーシングの車、ジャッキー・スチュワートの5番車とフランソワ・セベールの6番車。会一コンストラクターとして初エントリーから5戦で3つの勝利、4つのポールポジション、そして ファステストラップを記録したマーチに対して他のライバルチームは、第一の階層の間で重要な敬意を払うようになっていた。しかしながら、戦績はハンドリングの悪さと少なくとも 50kg のオーバーウェイトでシーズンを始めたことで次第に低下していった。ポルシェがチーム内でのシフェールのポジションに対して支払った金額とは別に、マーチが1970年に受け取った。 唯一の資金は STP からの2万5千ポンドとタイヤスポンサーのファイアストンからの2万7千ポンドであった。この限られた資金と技術的資源はフォーミュラ2、フォーミュラ3、キャンアムと関与する分野が広がったことで手薄になり、マーチはシーズンを通じて701を大きく発展させることはできなかった。ロータス72のような先進的な競争相手が登場した後、 マーチ701はライバルに遅れを取り始めた。マーチは軽量化した701、6をワークスチームのスペアシャシーとして制作するのに十分なリソースを集めることができたが、彼らはそれをレースに投入することはなかった。モナコグランプリの後、エーモンの通常シャシーである701、1を新しいモノコックの周りに完全に再構築したが、それには軽量化した。 サイドタンク、ホイール、ラジエーターが取り付けられ、車重は約3 0ラム削減された。第4戦ベルギーではこの軽量化された701-1でエーモンは予選3位を獲得し、スチュワートはティレルの701-2で再びポールポジションを獲得した。エーモンのチームメイトのシフェールは10番手に、ピーターソンは再び、 アンティークオートモビルズのマシンをドライブして9番手となった。決勝でスチュワートはエンジンが故障した後14周目にリタイアし、ピーターソンは最終的に1位から8周遅れでゴール、乾燥扱いとならなかった。シフェールは燃料問題の結果として停止を余儀なくされたが十分な周回を終えていたため7位で乾燥となった。エーモンはレースの大半を ペドロ・ロドリゲスの BRM の後ろ、2位のまま、走行しそのまま、ゴールとなった。優勝したロドリゲスとエーモンの差はわずか1.1秒であった。しかし、この勝利にはいくつかの論争があった。エーモンとロビン・ハードは、その後、ロドリゲスの車には、規則違反の大きなエンジンが搭載されていたと、主張している。これは後に、BRM の歴史家、ダグナイに反論された。 内は切り替えが行われたという証拠もなく、当時 BRM はそのようなエンジンを構築するのに十分な資源を持っていなかったとする。2週間後、第5戦オランダグランプリがザントホールトサーキットで行われた。スチュワートは予選で再びフロントローを獲得した。彼はセルボイコールギアバンが南アフリカで使用した701、4を使用し、 ヨッヘンリントのロータス72に次ぐ2番手となった。新しいチームメイトのフランソワ・セベールは701、7をドライブし、位1デビュー戦で予選15位となった。ワークス勢のエーモンは4番手、シフェールは17番手に入り、ピーターソンの黄色い701、8はシフェールに上回って16番手となった。ベルギーグランプリとは対照的に、 今度はスチュワートがリントを猛追する展開となり、彼は優勝したリントに次いで30秒差で2位となった。ピーターソンは2周遅れの9位となり、シフェールとセベールは共にエンジンの故障でフィニッシュできなかった。エーモンは1周目にクラッチトラブルでリタイアした。エーモンのシーズンはフランスから好調に転じた。ここで彼は予選3位、ティレルのスチュワートは予選4位となり、 マーチの2台がセカンドローに並んだ。決勝は優勝したリントのロータス72から8秒遅れの2位となった。スチュワートは3分以上遅れて9位となった。セベールは1周遅れの11位となり、シフェールとピーターソンは共にリタイアとなった。続くイギリスグランプリは2週間後に行われた。エーモンとスチュワートはフランスグランプリの予選再現とはならず17番手。 および8番手となった。北米でのスケジュール空白期間に、マリオ・アンドレッティが F1 に戻り、グラナテリの701、3号ドライブ、スチュワートに次いで予選9番手となった。決勝ではエーモンは5位に終わり、セベールも1周遅れの7位、ピーターソンは8周遅れの9位となった。シフェールのサスペンションは19周目に破損し、アンドレッティも その2週後同様にサスペンションを破損、スチュワートは52週目にクラッチが破損し、いずれもリタイアした。次戦、ホッケンハイムでのドイツグランプリでは、新車ーが取り揃えられた。アクセルシュップリンガーからの資金援助を受けて、ツーリングカードライバーのヒューベルト・ハーネが701、9を購入、ドイツのナショナルカラーである銀色の車体でエントリーした。ハーネにとって、残念なことに、彼は、 ポールポジションタイムから7秒以内のタイムを達成できず予選落ちとなった。予選ではピーターソンが18位、セベールが14位、アンドレッティが9位、スチュワートが7位、エーモンが6位にとどまり、シフェールがチームのファーストドライバーに初めて打ち勝って4位となった。決勝でシフェールはイグニッショントラブルのため、チェッカーが振られた時に静止していたにもかかわらず、 完走扱いとなり、8位に入った。セベールは優勝したリントから一周遅れの7位となった。マーチ勢の最上位はセベールであった。残る3人はエンジンやトランスミッションのトラブルでリタイアとなった。当時のポイントシステムでは7位にポイントは与えられなかったため、マーチはデビュー戦から8戦目にして初めてコンストラクターズポイントを逃した。 次戦オーストリアグランプリでもマーチはポイントを逃し、完走最上位はエーモンの8位であった。しかし、オーストリアのレースからの帰国途中で、マーチの状況は複雑なものとなった。ドイツグランプリで予選落ちを喫したハーネがマーチに対し、欠陥者を販売したと主張し、法的手続きを開始した。 ワークスチームがドイツを通過しようとすると、彼らの車と装備はドイツ警察によって没収された。マックス・モズレイは、ハーネに販売した車のテストを行うことを発表し、引き続いてアンティーク・オートモーティブの車と比較して、返却を交渉した。シルバーストーンで行われたテストで、ロニー・ピーターソンは、最初にアンティーク・オートモーティブの車をドライブし、続いて、ハーネの701。 球をををドライイブししし2秒早いタイムを記録したたハーネはその後訴えを取り下げ競技生活から引退したシーズンの終わりオーストリアグランプリと次戦のイタリアグランプリの間にチームはノンタイトル戦のオールトンパークインターナショナルゴールドカップに参加するためイギリスに戻った。マーチに不満を抱いていたティレルチームはティレル001を秘密裏に制作していたがこれは オールトンパークでのレースで、スチュワートのドライブで公開された。セベールはエントリーしなかった。ハーネの法的措置のためワークスチームはエントリーできず、1970年のヨーロッパでの F1 レースに、マーチは初めて欠場することとなった。スチュワートとセベールは、イタリアグランプリで再びマーチ701をドライブ、したが、世界チャンピオンであるスチュワートにとって、マーチをドライブするのは、 最後となった。それにもかかわらず、スチュワートは予選4位でグリッドの2列目からスタートし、決勝では2位となった。セベールは予選11位からスタートし決勝では6位となった。エーモンは7位となった。ピーターソンとシフェールは共にエンジントラブルでリタイアした。北米での終盤3戦、第11戦カナダグランプリは、モントランブランサーキットで行われた。 セベールは予選4位となったが、チームメイトのスチュワートは、新車のティレル001に乗って、ポールポジションを獲得した。エーモンは予選6位であった。もう一台のワークスマシンをドライブするシフェールは予選14位、ピーターソンは16位となった。決勝ではエーモンが3位となったが、これはフォードエンジン搭載マシンの最上位であった。 しかしながら1から2を達成したフェラーリからは半周の差をつけられた。701にとっては世界選手権における最後の表彰台となった。エーモンは続くアメリカ、メキシコでもポイントを獲得したが、他の701勢はポイントを獲得することができなかった。最終戦を終え、ワークスとティレルのマーチ701は合計48の世界選手権ポイントを獲得した。 これによってマーチはコンストラクターとしてのデビューシーズンでランキング3位となった。ドライバーズランキングではスチュワートが5位になったが、彼が獲得した25ポイントはすべてマーチによるものであった。エーモンは23ポイントで8位、アンドレッティはスペイングランプリでの3位で獲得した4ポイントで16位となった。セルボイコールギャバンは2戦しか走っていないにもかかわらず、セベールを上回った。 彼はスペインで5位となって2ポイントを獲得し、セベールはイタリアでの1ポイントしか獲得できなかった。セルボイコールギャバンは21位、セベールは22位でシーズンを終えた。シフェールとピーターソンはチャンピオンシップポイントを獲得できなかったので、ランキング外となった。シーズン終了後、ワークスマシーンはいずれも売却された。701、1はトム・ウィートクロフトに、 シフェールは701、5を購入することが許され、チームの軽量スペアマシンはフランク・ウィリアムズに売却された。1970年6月、ローデシア人ドライバーのジョン・ラブが新たなマーチ701、701、10を購入し、チームガンストンのプライベーターとして、南アフリカ海一選手権に参戦した。七月五日のブラワイを百でデビューしたラブの七百一十は、 シリーズリーダーのデイブ・チャールトンのロータス49、C が23周目にリタイアした後、そのまま優勝した。9月のローデシアグランプリでは2位に入ったが、マシンのハンドリングの悪さと信頼性の欠如により、成績は徐々に降下し、シーズンの残りでポイントを得ることはできなかった。1971年シーズンのラブは1970年後半と、ほぼ同じパターンに従った。 3月にキャラミで行われたハイベルト100でチームガンストンの701は2位を獲得5月のゴールドフィールズオータムトロフィーでは優勝した。しかしながら信頼性がマーチのアキレス圏であることが再び明らかになった。マシンは数多く故障し、ラブはサーティースから直接購入したマイク・ヘールウッドのサーティース TSQ に乗り換えようとした。 しかしながらこの車は劣悪な状態で納入され、マーチーよりは早かったものの信頼性はマーチ以下であった。8月上旬に行われた25周年記念トロフィーで大クラッシュした TSQ はほとんど破壊され、ラブは再び701、10を使わなければならなくなった。彼は8月のファルスベイ100と9月のローデシアグランプリで優勝し、 10月のウェルコム100で2位となった。ラブは結局45ポイントを獲得し、チャールトンに次ぐランキング3位でシーズンを終えた。チャールトンはその後1972年シーズンに向けてロータス72を用意し、ラブは2年前のマシンとなった701が最先端のマシンとは互角に勝負できないことに気づいた。シーズン初戦をマーチで失敗し、 第2戦もリビジュードしたサーティースで敗れた後、ラブはそれらに変えて、ブラバム BET33 を導入した。タスマンシリーズ1970年代後半、グラナテリの車は 3.0L のコスアース DFV エンジンを 2.5L の DFW に換装し、タスマンシリーズ仕様に変更された。この車は、その後、1971年のタスマンシリーズに参戦する、 クリス・エーモンのためにニュージーランドへ輸送された。1971年シーズンは古い2.5リッターエンジンではなくフォーミュラ5000のルールで行われる初年度であることが意図されていたが主催者が両クラスの出場を認めたことで以前の規定にあった古い車のオーナーたちは動揺を示した。STP チームが車の準備を助けることでエイモンは プッシュロットエンジンを搭載したフォーミュラ5000の車よりも、回一マシン用の真のレーシングエンジンを搭載したタスマン車がより高速であることにかけた。しかしながら、彼は間違っていたし、新規定車のドライバーはよりエキゾチックなマシンを快適にドライブすることができた。小さな DFW は DFV に比べて、トルクが足りず、A モンはレビンで行われた。 開幕戦では3位を守るために苦闘し、ウィグラムでは5位になった。エーモンと STP チームは戦闘力に欠けるマーチ701に変えて、ロータス70を導入することに決め、エーモンはプケコヘで行われたニュージーランドグランプリでロータスをドライブした。エーモンの701、3は地元ドライバーのデビット・オクストンが使用することとなった。レースでは、オクストンにとって不運なことに、 ハーフシャフトの一本が破損し、彼はリタイアすることとなった。オクストンは最終戦のテレトンガでもこのマシンをドライブし、7位となった。シリーズがオーストラリアラウンドに移動すると、701、3はフォーミュラ1仕様に戻され、スキップバーバーに売却され、アメリカに送り出された。世界選手権1971年シーズンで701はわずか3戦に登場したのみであった。 ワークスおよび STP マーチチームはマーチ711を使用し、ロニー・ピーターソンはワークスチームに移籍していた。ティレルはセベールのために2代目の自社製マシンを製作した。フランク・ウィリアムズは1971年、南アフリカグランプリでアンリ・ペスカロロに701を託し、地元ドライバーのジョン・ラブはチームガンストンからエントリーした。決勝では、 ペスカロロは2周遅れの11位でポイントを獲得することはできなかった。ラブのマシーンは30周目にギアボックストラブルでリタイアした。ウィリアムズはその後間もなくペスカロロに711を与えたが701はペイドライバー用に維持した。フランスグランプリにエントリーしたマックスジーンはその一人だった。マーチを去ったシフェールがドライブしていた7015は 彼が所有し、フランスグランプリで、フランスはマゼをエントリーさせた。二人のフランス人ドライバーは共に最後まで走り切ったが、マゼは5周遅れの13位、ジーンは9周遅れで感想扱いとはならなかった。世界選手権での701の最後のレースは、イタリアグランプリで、ジャンピエール・ジャリエがドライブした。ジャリエのマシンは、前年度、ハーネがドライブしたマシンであった。 ジャリエは発集遅れで乾燥扱いとはならなかった。1971年シーズン701は数多くのロンタイトル戦に参加した。トム・イート・クロフトはクリス・エーモンが1970年シーズンに使用していたマシンをファクトリーから直接購入し、1月のアルゼンチングランプリでデレック・ベルにドライブさせた。この他にシフェールは自身の車で ペスカロロはウィリアムズからエントリーした。レースは2ヒート制で行われ、第1ヒートではシフェールが2位、ペスカロロが3位となった。ベルは1周遅れの7位となった。しかしながら、第2ヒートでシフェールとベルは機械トラブルに苦しめられた。一方、ペスカロロは再び2位となった。第2ヒートを制したのはマトラをドライブした a m モンで、 22秒近い差をつけての勝利で総合でも1位となった。ペスカロロは総合で2位となり表彰台を獲得した。この年701が表彰台を獲得したのはこのレースのみであった。カッコ内は合計ポイント。カッコなしは選手権結果にカウントされたポイント。全ポイントはマーチ711によるレース結果と統計。ありがとうございます。